破壊神の幻影まで作り出すとは。ハデスめ、力を使いすぎだ。いい出来だろう。今の俺に不可能なことはない。俺こそが神々の王にふさわしいんだ。道は開けたわね。よっさ、ミーミルの泉へ急ぎましょう。お前の相手は私だ。だったか。ゼウスの力、その立場、全てを奪い凌駕する。今の俺にはそれだけの力があるはずだ。さあ、今度こそ幕を引きましょう。滅びゆくこの異界とハデスの暴走に心を一つにすれば超えられぬ七などない。この試練も我らならば必ず乗り越えられる。ああ、雪村殿、我らの力で世界をあるべき姿に戻そう。見事な働き、今後も私の助けとなること期待しているぞ。培ってきた武勇を見せてやる。みんなついてきてくれ。よく、はい。行くぞ。打ち果たした。助けが踏んじまった。なんという気迫に満ちた戦いぶり。その並外れた力、見習わせてもらうとしよう。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えること誇りに思います。今こそ光り届かぬ冥府から解き放たれ、輝くオリンポスの頂点に君臨する時。ゼウスを超える。この俺が神の中の神となるのだ。ゼウス、お前を倒す。お前を超えてやる。うん、来い、ハデスよ。感覚は、力が抑えきれない。制御しきれない力がハデスを飲み込んでいくわ。このままじゃハデスが。ゼウス、ゼウスよ、俺は本当はお前のことを。私の声が聞こえる。あの子の心の底ではきっとあなたを。マミル、だからこそ終わらせねばならぬ。力をもってしても俺は、勝負あったな、ハデスよ。神々の王たる我が力、思い知ったか。
と言いたいところだがな。今回勝ちを得られたのはわしの力がお前より秀でていたからではない。違いがあったとすればただ一つ、神といえど単独ではなせぬこともある。そのことを示し力を貸してくれる者たちがいた。それだけのことなのだ。お前ともまたそうした中に戻れることを信じている。参ったな。やっぱりここは俺には眩しすぎる。冥府へ帰っちゃったのかしら。まあ最後まで勝手な子ね。ですがゼウス殿のお気持ちはハデス殿にもきっと伝わったと思います。どうやら我らも長いは無用ということらしい。その通りだ。ユグドラシルは核を失った。もう長くはあるまい。ダーリン、ここは我が命を懸けて作り上げた場所。一人で見取らせてもらおう。オーディン、あなたはみすみす死んでやるつもりはない。生き延びてみせる。今回もな。勝手な子たちばっかり。そうだな。しかしこたびの一件で彼らの心に少なからず変化が生まれたことも確かです。人の子らよ、お前たちを巻き込んでしまったこと今改めて詫びておこう。悔しいけど私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道だから、心からお礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。やれやれ、どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあそんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ人の子らよ。何じらの行く新たな道の先に光あらんこと。冥府の王の俺が勝利をもぎ取ってやるよ。
tension to breathe here. Days of battle, days of pain and sorrow will disappear into the wind. Like a flower trying to reach the sun, drowning through the light of fantasy. We're going back again, the faded land where all it began. ゼウス、あなたに付き合ってほしいことがあるの。どうしたのだ、そのように改まって。わしがガイアの頼みを断るわけがなかろう。して何に付き合えばよいのだ。私、人間たちに何かお礼がしたいと思っているの。異界での騒動では
私たちのいざこざを収めるために力を尽くしてくれたでしょ。でもそのことに報いることができないまま彼らと別れてしまった。このまま何のお礼もできないなんて私の気持ちが収まらないのよ。働きにはそれ相応の報酬をということか。しかし人の頃はもう元の世界に戻ったのだ。ガイアよ、何か考えがあるのか。ええ、もちろんよ。場所は私が用意するから、あなたはそこにオリュンポスの皆を呼び出してくれないかしら。神々を呼び出し集めればよいのだな。よかろう、早速準備に取り掛かるとするか。